怪物ゼロをお目にかけましょう。好きなフルーツは桃のギガチンです。ギドラ祭りは終わらないということで、今回はこちら、ゴジラ特撮大百科怪物ゼロ宇宙超怪獣キングギドラ、こちらですね、実は先日の怪獣談話室でスペースゴジラと一緒に購入していたんですよ。やっと開封できるぞ。はい、来ました、怪物ゼロ宇宙超怪獣キングギドラ1965。はい、こちらですね、1965年に公開された怪獣大戦争に出てきたキングギドラで、 X 星人に操られており、その X 星人たちから怪物ゼロと呼ばれているんですよね。ここから彼の操られる人生はスタートし、以後数十年に及び現在進行形で操られ続けるのであった。今回もこちらキングギドラの説明と取扱説明書がついておりました。高さは頭までで11センチほど、羽までで17センチほどかな。台座の幅は13センチほど。前回のスペースゴジラと比較するとこんな感じ。羽とかを含めるとね、かなりボリュームがあります。見てください、この迫力。モンスターズのゴジラと比較するとこんな感じかな。ちなみに本体と台座はこんな感じで分かれております。素材は前回のスペースゴジラと同じくレジンキャストといって、少量生産向きの合成樹脂の成形方法になります。では細かい部分見ていきましょう。はい、まず顔、いいですなぁ。初代キングギドラと比べて首が長くなったのが特徴なんですよね。かなり細いです。一番右のこいつから見ていこう。おぉ、可愛らしい顔してるね。なんか白目の部分がちょっと赤く充血していて、寝不足感があって可愛らしい。非常に細かい造形ですね。三日月とかもしっかり作られているんだけど、めちゃくちゃ細かい。この縦髪状の毛ね、この造形と彩色が非常にいいです。モサモサ感が出ていますね。この歯がすごい、触ったらボキっていっちゃいそうな感じです。なんか昭和キングギドラの頼りない感じって言ったらいいのかな、その感じがよく出てるよね。うわ、細かい、キメが細かいですね。やっぱりキングギドラのこの表面って芸術だよね。芸術。蜂の巣を見ているみたい。真ん中はこんな感じかな。鼻もしっかり作られてるのがいいね。手と比べてもめちゃくちゃ細かいのがわかるでしょ。これを一つ一つ作ってくれている職人さん、本当に感謝。はい、こんな感じですね。そして一番左の顔、こんな感じ。やっぱり千年竜王と比較するとちょっと顔が薄くて可愛らしい印象を受けますね。この首がうねうねしている感じが非常によく再現されております。こうやって首をうねうねすることによって引力光線も波打つわけですね。かっこいいな。裏側はこんな感じで段が一つ一つ作られていて、彩色も綺麗です。そしてこのボディ、いいね。黄金色。そしてすごく細かい。本当にこの辺は蜂の巣っぽいよね。ゴールドとシルバーが入り乱れてる感じかな。ちょっとなんかハスコラ的な感じで気持ち悪いと思う方もいるかもしれません。足のこの内股感もいいですね。キングギドラ特有のこの胸の隆起ね。この造形が素晴らしい。お、いいですね。この内股だ。爪もしっかり作り込まれていて素晴らしいです。そしてこの羽。うわ、素晴らしい彩色だ。なんじゃこれは。この付け根の粉が吹いてる感じ、これがすごい。この黒い部分、これがいいね。これによってなんか高級感が出てるね。このね、光によって黄金に輝くこの羽、素晴らしいぞ。なんじゃこれは。やっぱり特撮大百科シリーズはモンスターアースとかとは違って、ちょっと手作り感があるんですよね。そこがまた着ぐるみっぽいんだよね。後ろから見たす、うわ、眩しくてすみません。いや、キングギドラの羽ってほんと秀逸だよね。かっこよすぎるわ。この表面がボコボコした感じが非常にリアルなんだよな。このリアルさはやっぱり特撮大百科シリーズならではですよね。はい、背中はこんな感じですね。そして、こういう風に尻尾に繋がっていくと。いうわけですね。尻尾のうねうねとした感じが非常によく再現されております。そしてこの台座が X 星です。まあ X 星っていうのは木星の13番目の衛星という設定で、ここに住んでいる人たちがこちら X 星人なんですよね。これは工作員の波川です。ああ、悲しくなってきた。この表面はね、非常に細かいです。月みたいだよね。ここにキングギドラの足を置く溝がありますね。これほんと細かいよね。前回のスペースゴジラのあの惑星でも思ったんだけど、こういうところが非常にいいです。このシリーズはちょっと塗装は銀っぽいんだよね。それがまたなんか X 星っぽくていいですよね。本当に細かいですね。こういうジオラマが入ってるのが嬉しい。本当にこんな感じで X 星人を置いても絵になりますよね。あ、いいな、これで写真パチパチ撮ろう。この映画ね、怪獣バトルだけではなくて人間と X 星人のドラマ部分も結構面白くて、僕は結構好きな映画なんですよ。こんな感じで HG と比べると、まあちょっとデカすぎる感じはするけども、いい感じなんだよね。ちょっとこれモスゴジなんですけど、なんか良くないですか。こうやって HG と並べられるのは
非常にいいですよね。50メートルと100メートル設定なので比率的にはこんな感じなんだよね。まあでもこうやって見ると改めてキングギドラってめちゃくちゃでかいんだな。それと対抗できるゴジラが強すぎるって話だよね。この HG のキングギドラだとちょっとちっちゃいからね。サイズ比はこんな感じ。大人と子供だよね。まあこのキングギドラも本当に神クオリティの HG だったけど、やっぱりこれと比べると見劣りするね。比べちゃダメだわ。こんな感じで最初に X 星で戦ったシーンも再現できるといいですね。まあ、X 星人の策略で最初はあっさりキングギドラがやられたんだよ。おー、いいな。このモスゴジもいい感じでなんかマッチしてるね。素晴らしいぞ。おー、そしてこのラダン、この絵が非常に素晴らしい。やっぱジオラマがあると映えるね。こうやって遠くから見ると HD のクオリティも改めて高いっていうのがわかる。素晴らしいよ。地球での戦いの最後のシーンも再現できると。あ、地球だから X 星じゃない方がいいか。こんな感じでラドンがゴジラを持ってシュードガーンって言ってね、一緒に海に落ちていくというね。いや、この3体には来年海外で頑張ってもらいたい。あ、そうだ、モスラもね、あなたたちの海外での活躍をお祈りしています。あ、そしてもう一個購入したものがあって、こちら特撮大百科ミニのゴジラ1999ミレゴジです。はい、こんな感じ。あー、可愛らしいね。目がちょっと輝きすぎてる感じはするけれども、非常に細かい作りになってます。こちらもレジンキャストですね。お、背びれの感じがいいね。こんな感じで前回購入したオルガと並べたくて購入しました。いやー、いいですね。やっぱデフォルメ好きだわ。後ろの背びれの彩色が素晴らしいな。このシリーズも結構集めていきたいですね、地味にね。かまたく。はい、というわけで今回は特撮大百科の怪物ゼロ、キングギドラ1965をご紹介させていただきました。造形とか彩色は素晴らしいんだけれども、ちょっと手作り感があって僕は非常に好きです。やっぱジオラマがあるのがいいですね。まあ、この商品はね、一つ一つ手作りで作られているので、大量生産っていうのが難しいんですけど、大阪ではショップで結構買えたりするらしいんですよね。まあ、東京だとたまに開催される怪獣談話室とかね、あと通販とかでも販売するっぽいので、一応概要欄にホームページ貼っておきますので、詳細はそちらをご覧ください。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。俺たち来年海外だから英語を学ばないとな。じゃあ英会話レッスン受けに行くか。 Welcome to New York。 リンゴは英語でなんて言うんですか？ Apple。 バナナは？ バナナ。 昆虫は？ インセクト。 マグロは？ え？ マグロは？